シャーボくんゲームです。ウィラプリ2021どうやっていこうだよ。いつもね、全力実況をやっていくんですけど、今回ちょっと月曜日とんでもないことになってんだよね。ウィーニングレブンのテレビ CM 放映記念の特別キャンペーンを開催する。ウィーレのテレビ CM めちゃくちゃ気になるんだけど、いろいろ来すぎてね、頭パンクしちゃってんの。ほんと現役活躍中のレジェンドキングカズ選手がね、もらえるキャンペーン。通常キングカズがレベル上限0だったんで、いや0じゃない、レベル上限2か2だったので倍になってますね。でコストが11、白玉バージョンはコスト0だもんね。ただやっぱ能力がね、上がってるはずなので、やっぱ上がってるね。本当に白玉バージョンというかね、白玉通常キングカズメイン仕様したの懐かしいね。めちゃくちゃ活躍してくれたね。得点もやっぱダブルタッチらしく、アシュラコンドの特殊ダブルタッチができるっていうのは熱いですよね。いやー、レジェンドとして登場すごいね。横浜エクシー先週ね、ヒデ・ナカタがね登場して、まあ、メイン仕様とかもしたんですけれども、さらにここからですね、見てこれ、キングカズ、カズ選手にクッポー、日本の宝、日本の未来、久保建英選手もですね、アイコニックモーメントが登場なんだよね。カズ選手、久保選手、どちらも2パターンのアイコニックがね、同時に収録でね、搭載されてるという。こりゃ、おったまげーのね。さらにね、ここから、小野伸二選手、岡崎伸二選手、さらに香川真司選手がね、香川選手は前に出たよね。そして、酒井宏樹選手。そしてもう一度ね、佐藤久人選手もここ復刻になるのかな。木曜日に小野伸二選手、岡崎伸二選手、香川伸二選手が来ますね。さらにその1週間後に酒井宏樹選手と佐藤久人選手、ここが来るので、くぅ、最高すぎるな、これ。さあ、そしてこちらがですね、アイコニックモーメント実際のガチャになるんですけれども、2選手同時収録されてるからね、サントス時代のね、カズ選手、現在主力の横浜 FC の、アイコニックキングカズもね来てるので、もうとにかくですね、すごいんですよね。さらに久保建英選手もですね、ここマジョルカ時代、そして FC 東京時代が収録ということで、動画界で4選手獲得してレベル1にもしたんでね、ちょ能力値の早速ブーストかけて見ていきましょう。さあ、まずはサントス時代キングカズ、能力値マックス総合値98、ブーストかけてやばいな。これメイン仕様めちゃくちゃ楽しみ。オフェ戦にね、決定力高い、ドリブル系もあってビッシュこれ強え。フィジコンボディコンどちらもあるもんね。これ最高の能力だね。逆足の精度44でしょ。ダブルタッチらしく足裏コントロールで特殊ダブルタッチ可能。スキル枠のとこも一つ余ってるので、スキル追加使える強さもあるから、こりゃカズ選手とんでもないね。プレイスタイル、ウィングストライカー、ポジション適正センターフォワードとかあるんで、 CF キングカズとかもね、激強そう。めちゃくちゃロマン溢れますし強いですね。さらに現在所属横浜 FC のアイコニックバージョンもね、オフェ戦決定力の高さ、まあ、やっぱ得点を取るね、嗅覚の部分、まあ、能力に関してはやはりサントス時代がね、めちゃくちゃ強いので、そうだね、そこは違うんですけど、プレイスタイルがボックスストライカーと大きく違うから、ここを生かしたね、アイコニック横浜 FC キングカズしかできない動きもあると思うんでね、こちらのキングカズもどこかのタイミングで名刺をやっていきたいと思います。さあ、そして久保選手、マジョルカ時代もアイコニックってかけたらね、総合値マックス、カンスト99レベルまでマジョルカ久保建英、やはりドリブル能力、ボールキープ、カンスト99、そして一番すごいね、スピードと瞬発力がカンストしてることですね。これ多分相当ドリブルスピード速い、ぶっ壊れドリになるんじゃないの、この能力値。キック力も高く、ボディコンスタミナで、さらにコンディション安定度8、壊れちゃってるよこれ。スキルね、ミドルシュート追加されてますね。これちょっとメイン仕様がワクワクが止まらないっすよ、もう。そして最後 FC 東京バージョンの久保建英、総合値ブースト上げて98、フェンス前室と決定力がね97-95、スピード瞬発力はマジョルカ時代の方がアイコニック上なんですけど、相当強そうですね。過去に代表 FP だったり出てたりもするんですけど、やっぱそことの大きな違いがね、オフェ戦決定力のこの高さ、
凄まじいことあってる本当に。でスキルがワンタッチシュートを追加されてる。うわーこれももうこっちのバージョンもね民主をしたいので、先にでもマジョルカ時代やろうかな。ちょスピシュン監督久保田ゲストがめちゃくちゃ気になる。そして今回登場したレジェンド版のキングカズカズ選手とアイコニック横浜 FC 時代のカズ選手で、あの伝説のねゴールパフォーマンスカズダンスがね可能になってるんで、めちゃくちゃね熱い。もうとにかく今後やりたいこと盛りだくさんなので、盛りだくさんすぎてもうわけわかんないことになりそうなんですけど、全力でねウィー実況を今後またやっていくんでね、遊びに来てください。ショースアズダンスバイバイポー。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録高評価コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプレイポー。